ハロー、ハローキッチンです。いつも見ていただきありがとうございます。今日は前回ダイソーで購入したアイテムを使ってみた感想、活用法を紹介したいと思います。はい、まず1点目、密封フードストッカークリア 1.5リットル。この容器は密封状態が保てる容器です。サイズは 109×68×30cm。 今回はパスタ用を買いましたが、他にも 400ml、700ml と3サイズあります。しっかりとしたパッキンがついていて取り外しが可能で、汚れたら洗うこともできます。使ってみた感想なんですが、密封力がいいのか、レバーを上げ蓋を開ける際結構な力がいるので、なかなかね、開けづらいです。簡単に蓋を開け閉めできない分、中身が入っている状態で開けようとすると中身が飛び散ってしまうかもしれないので注意した方がいいですね。パスタが 1.5 リットル入るサイズです。ファイルボックスハーフ、ファイルボックス用の蓋として使えるファイルボックス用蓋。ファイルボックスハーフは片側に切り込みがあるハーフボックスです。ニトリに出るボックスですね。角がすべて直角で、いろいろな使い方ができます。キッチンのシンクに置く洗剤として使うのもちょうどいいサイズです。他にも A4 サイズのハーフボックスが縦に2個分の大きさのもあります。蓋を使って電源タップを入れて電源タップ隠しをしてみました。四角い穴があったので、そこに線を通そうとしたんですが、入らなかったので、線が出ちゃってる感じなんで、ちょっと惜しい感じになってしまいましたね。こちらの机の下にも使ってみました。パソコンのコンセントアダプターっていうんですかね、が大きいので、ボックスの蓋をね、閉められなくって、ただ置いてるっていう状態になってしまいました。まあでも配線のごちゃごちゃ感は綺麗になりましたね。タオルや布巾入れにもちょうどいいボックスです。ストック食材を入れてもいいかもしれないです。バンブーシリーズのバンブーまな板、包丁を使って切ったり洗ったりと使ってみましたが、傷もつきづらず、とっても使いやすいまな板でした。バンブートレイ、デザートやおやつを置くのにちょうどいいサイズです。またはインテリアとして飾るのもいいと思います。バンブーコースター丸型、すごくね、水はじきがいいので、変色して腐りそうとかいう心配はなさそうです。次が植木鉢です。サイズが 16.7×14.5×10cm です。コンクリートのような見た目ですね。今回はアボガドの種を2個入れてみました。陶器など植木鉢と違ってすごく軽いので、土を入れても持ち運びが苦にならないです。次がリメイクテープ、サイズが 10cm×2m。 私は床の間の部分を発泡スチロールで底上げしてるんですが、そこにね、貼ってみたんですが、粘着力が弱いのですぐ剥がれてしまいました。他にもフレームにも貼ってみたんですが、少し小さいマステを貼るよりは幅広タイプなので、貼る面積が大きい場所にはいいんじゃないかなと思います。フレームの色が変わるだけで、ね、少しね、見た目が変わるんじゃないかなと思います。シダーボール12個入り、天然素材の消臭効果、タンスクローゼット用です。衣類と一緒にタンスに入れるだけで使えます。タンスクローゼット用ですが、お部屋に置いてみました。置いてみるとこんな感じです。
私はグルーガンでキューブ型にしてインテリアとして飾るように使いました。韓国風インテリアに興味がある方はね、ぜひ簡単なので使ってみてください。とっても可愛いです。カフェカーテンシースルー。トイレ用に購入しました。突っ張り棒にカーテンを通してつけるだけです。シースルーなので光を通し、目隠しにもなります。とってもね、しっかりした作りになっています。テーブルクロス透明。テーブルの傷汚れ防止につけました。最初は折り目がついていますが、時間が経つにつれて目立たなくなります。すごく薄いのですぐに破れそうです。でも100円なのですぐに取り替えることができるかなと思います。はい、今回活用法を紹介しました。税抜き価格で表記しています。詳しくは前回と今回に概要欄に載っていますのでご確認ください。はい、最後まで見ていただきありがとうございます。この動画が良ければチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。また次回のハローキッチンでお会いしましょう。グッバイ。